エミリオ・アルサモラ・エスカルディブルは、スペイン、リエイダ出身の元オートバイレーサー。1999年のロードレース世界選手権 125cc クラスチャンピオン。同クラス史上初のシーズン一勝も上げなかったチャンピオンとして記録を残す。24時間耐久レースへの出場経験を持つ、父の影響を受けたアルサモラは、初めてのバイクとして、 イタルジェットの 50cc マシンに乗る。14歳の時には、本大ムビー X でレースデビューを果たす。1989年と1990年、スペイン国内の育成カテゴリーである 80cc レースで、アルサモラは2年連続チャンピオンとなる。その後はスペイン国内選手権のオープンドゥカドス 125cc クラスにステップアップし、1992年には、 コルヘマルチネス率いるアスパーチームに所属していたこともある。1994年、スペイン国内選手権への参戦を継続しつつ、ロードレース世界選手権 125cc クラスにデビューを果たす。翌1995年にチームスコットに移籍するとアルゼンチンで初優勝を果たし、シリーズ3位に入る活躍を見せる。 またこの年にはスペイン国内選手権のチャンピオンも獲得した。1996年にはワールドチャンピオン獲得を目指すもののシリーズ4位に終わる。1997年は 250cc クラスにステップアップし本来の SR250 を狩ることになった。しかし第2戦鈴鹿での転倒により左手の修上骨を骨折。回復に時間がかかり。 また大排気量マシンへの順応にも手間取ったため、31ポイントの獲得、シリーズ18位に終わる。1998年には 125cc クラスに戻り、アンヘル・ニエトのチームでアプリリアを借ることになったが、わずか18ポイントの獲得、シリーズ21位と、これまでで最悪のシーズンとなってしまった。アルサモラのヘルメット。 パーソナルスポンサーのチュッパチャプスのロゴが大きくデザインされている。2年間失意のシーズンを過ごした後、アルサモラは1999年にタイトルを獲得することになる。シーズン5勝を挙げたマルコ・メランドリの追撃を1ポイント差で抑え、最終戦アルゼンチン GP でワールドチャンピオンに輝いた。他にこの年のライバルにはメランドリと同じく5勝を挙げた。 アズマ・マサオ、二勝のロベルト・ロカテリ、ジャンルイジ・スカルビーに、一勝の上が昇、る、アルノー・バンサンダがいたが、驚くべきことに、アルサモラは十回表彰台に立ちながらも、一勝も、上げずにタイトルを獲得することになった。翌2000年には、ワークス仕様のホンダ RS125 を与えられ、タイトル防衛を目指した。ヘレス、エストリルと2勝をあげたものの、 マヌエル・ポジャーリとウィー・ヨーイチに敗れてシリーズ3位に終わった。2001年は 250cc クラスに復帰を果たし、ファウスト・グレシーに率いるグレシーにレーシングでワークス仕様のホンダ NSR250 を借ることになった。この年グレシーにチームはアルサモラが持ち込んだテレフォニカモビスターのスポンサードを受けることになった。チームメイトはこの年のチャンピオンとなる加藤大二郎だった。 大二郎の活躍には及ばないものの、アルサモラは二度表彰台を獲得、シリーズ7位に入った。翌2002年もアルサモラは、チームに残留、ロベルト・ロルフォをチームメイトに迎えた。この年も二度表彰台を獲得し、2年連続でシリーズ7位になった。2003年、アルサモラは、デルビーチームのオファーを受け 125cc クラスに戻り、 GP2 年目のホルヘロレンソのチームメイトを務めることになった。この年はポイント圏内で完走することすら困難となり、わずか2ポイントの獲得、シリーズ31位に沈んだ。アルサモラはこの年限りで二輪レースを引退する。現在はモータースポーツの選手、メカニックを育成するモンラウコンペティチオンの代表を務め、更新の指導に当たっている。 2010年 125cc クラス戦。2011年には、モンダウ・コンペティチオンが、チームとして元にクラスに参戦。アルサモラは、チームマネージャーとして、マルケスの元にレビューに立ち会うこととなった。ありがとうございます。